大塚ジャズラッドです。今日はですね、今シーズンおすすめデッキトップ5やっていきます。というわけで、まあ僕なりの、今強い5つをね、まあランキング形式で紹介していこうと思います。では早速第5位から、こちら新鋭隊呪文枯渇でございます。まあなんか限界突破新鋭隊がね、ちょっと強いんで意外といます。はい、環境まだ限界突破ないと、その次ぐらいかな、ナイトの次ぐらいにいるんじゃないかなっていう。でまああとババとか、まあいろいろいますけど、スケとか、まあコムレいねえか、まあ、みたいな感じの新鋭手がね、ちょっと強いと言ったところで、こちらね、めっちゃ攻めます。なんか2倍タイム入る前にもう攻めまくるのが超大事みたいなイメージで思ってもらえたらいいかな。よいしょ。結構なんかちまちま攻めれるカードが多いんですよね。端前スケバレー、端前、まあ、ギャング、端前ウォールブレーカーみたいな感じの攻めが結構できるので、ちょっとそれを意識しての、もうめっちゃ行く、これにゴブリンとかつけちゃうっていう。よしよし。相手のデッキはまあラバーとかかな、ちょっときつそうじゃないこれ。いや待って、なんかラバー、いやラバーですね、ラバーだけどスケルトン入って高回転にしちゃったみたいなデッキですね。あーで、穴雨ね、呪文穴雨だけだと思うんで、まあ攻めまくって、攻めまくってかな、相手のボンバーぐらいに穴雨打ちたいかな。俺まず攻めることだけ考えます。攻めることだけ考えて、このロケット押し、あの一生延命したいです。このロケコで世界変わります。であれはもう、守れないんで、これまあ守れないです、これ。はいまあ守れないんで、これ攻めちゃって、いやー、いい受けだな。攻めちゃって、いやな、雨で綺麗に守られちゃって、これ良くないっすね。やだな、やだな、ラバヤの雨。いや、ワンチャン頑張れるぞ、こっから。新鋭隊、出してないんですけど、出した方が良さそうだな。いや、でもなんか、陸多いんだよな。いや、出した方がいいか。か出さなくても攻めれるから出さないみたいな、なっちゃうけど、出した方がいいな。で、ボンにヤウト。いや、これはもうこっちにヤウトです。で、こっちも攻めるし、いや、マジで落ちてほしいタワー。あとちょっと、マジであとちょっと。いや、両方あとちょっと、これ地獄ある。両方落とせないっていう、クララワールある。マジである。いや。やめろ。お願い、増殖だけやめてほしい。いや、マジである。マジであるぞ、これ。死ねて、走る走る走る、マジで耐えてる耐えてる、落ちた、落ちた、でかい、頑張れ頑張れ、もう攻めろ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 、頼む頼む、ウォールブレイク入ってくれ、たまたま入ってくれ、一発、うおい来た、1346。さあ耐えるんですよね、危ねえ怖すぎる、いや怖すぎるけど、なんかもう本当に攻めまくって自分からなんかリズムを作るみたいなデッキです。ちなみにでも世界一桁とかにもなんか数人ぐらい使ってる人もいて、めちゃめちゃ強いし使いやすいんでおすすめでございます。ぶっちぎり1位でもいいかもしれないぐらい優秀です。はい、さあ続いて第4位、チエンスケラですね。まあこれ限界突破はないと別にしてなくても強いです。まあしてると、まあ、もっと強いんですけど、まあ本当ずっと強いな、このデッキに関してはずっと強いです。でまあ最近はまあなんだろうな、矢の雨だけのデッキとか、まあ、あとホグライダーとかも流行ってるし、なんか前シーズン世界1位フィニッシュもチエンスケラなんですよね。これ全く同じ方なんですよ。そうだから極めたら世界1位取れるポテンシャルもある、しかも幅広くね、ほぼ何にでも勝てる。まあきついのって言うと、まあラバが苦手とかかな。まあでも本当にね、幅広く何でも戦えるデッキです。ミラー対決も全然あります。いやーミラー対決勘弁してくれ、ミラー対決むずくね。ミラー対決のコツとかないんで、ごめんなさい。自分で考えてください。わかんないです。いや、ミラー対決嫌だな。普通に嫌だな。で、これ、ベビドラの近畿道だけされるの気をつけた方がいいです。で、これも内側スキラで、どうせ棒っぽいだと思うんで、まあ、棒っぽいされなかったらうまいわ。あー、されねえな。うまいわ。低めね。うわー、これ棒っぽい刺したかったんですよね、俺は。棒っぽい刺したかったんですけど、
普通にユニットで綺麗に守って来られましたね。痛い痛い、ナイトからのみたいな。アイスウィズのあの落下時の優秀だな、ダメージ。まあでスケラ対決はこれボスギー後ろの方が優秀です、これに関しては言えます。はい、他は言えないっす、なんもビビドラ金起動とかできたら楽ですけど、まあさすがにそんなできないかな。効果自体、おお、トルネでね。まあぶっちゃけお互いダメージ入んないんで、いていていて、あとはもう脇次第みたいなのがある。まあ宝石置いて、これマジ暇スケラポイズン打っちゃおうかな。もうちょっといい、もうちょっといいちょっといいな今の。お、逆にやるパターンが。でもこれね、墓石がねめっちゃ頑張るんですよ。いや墓石がね優秀すぎる、うん、ないとお前も優秀すぎる。そういえばまあ一回落ち着くかこれ。トルネで引っこ抜く、タル使った。お、さあ棒っぽいはしない。これスケル打ち合うのがいいかな。相手のトルネがねうめえのよ。これやばいな。あの限界突破ナイトがカチコチだ、カチコチナイト来てる。あ、終わった、マジカチコチだ。ミラー対決はねこんな感じらしいっすまあ端前でアイスイズ、まあベビードラを延命みたいなで限界突破ナイト時に攻めるのがいいかもね。まあミラー対決はねわかんないな。序盤で一番の理想は相手のベビードラをキング起動ですね、トルネからのアイスイズでキング起動ですけど、まあそれ以外はちょっともう一回ねそれ以外でもう守る、基本守るからね。ユニットで守って攻めでスケラポイズン打てると理想みたいな感じ。まあ負けといて言うのもあれなんですけどミラー対決は知らんがな、その時で勝つし負けるわな。お、墓石でステイ、雪玉、基本後ろからもう垂れ流しておけばいいかな。ナイト雪玉、まあバルーンっぽいよね。でバルーンだったらめちゃくちゃ相性良さそう。でこういうのもうねポイズン削りしちゃう。いやうざいぞこれ。でタルとか転がしてね、序盤はスケル打たないが理想。エレキベビー、え、ペッカバルーン、ペッカラムか、ペッカラムっぽいな。ペッカラムとかわかんねえな、やんねえか、ね新エータヒーターお前どうすんだよ、撃っちゃうか。いやーやめとく、ペッカラムだ、めちゃめちゃ珍しい。ライトニングとか来んのかな、さすがに。でナイト入りね、もうペッカーはいらないっていう、ユーノの枠は多分ナイトなんですよね、ペッカラムだけど。ナイトラムが強いんだよ限界突破ナイトのラムが強いんで、これペッカより。あ、これ宝石雑に回して相手の逆サイラムとか来んのかな。まあ宝石優秀だからね、まあ、ライトニングアイスイーツと宝石これ多分一緒に打たれないと思うんで、ナイト頑張れ、アイスイズ頑張れ。でここにライト、
いや墓石が強えのよこれ。ナイトスキルいっちゃおうかな、暇だしダメージ欲しいし。いや相手のこのナイト強えな。いやベビードラってさ完封できんの、化け物じゃん口のデカさ。お前絶対口デカいだろ。いやーまあ守れはするが、俺の攻めもね相手めっちゃ綺麗に守ってんだよね。ベビードラ嫌だな、ここちょっと勝ちに行くか。打っちゃう位置なんかすごいか。いやまあベビドラタルユキエレキちょっとどころじゃねえ、強えな。ライトニング来そう、これ好きなの。アイスイズお前にかかってる。おっ優秀すぎこれ、絶対スキル打つ。いや限界突破ないと強いけど、いやベビドラも強すぎる。エレキ来い、賭けのポイズン結構あるぞ。うーわめっちゃいいラム、それやばい。端前とかペッカでも来ちゃう。よしよしよし止まる。いや一旦これ守った方がいいな。いやこのナイト美味しい、無料ナイト来た。いやこれ打つと見せかけてポイズン削る。よしよし、大事なのは墓石です。墓石を3つか4つぐらい置いとく。でもう防ポイ張っちゃう、絶対こっちサイドだな。よしよしよし、墓石あるぞ。でもう一回ポーポー張っちゃう。ボスギ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 、アイスイズボスギ、アイスイズやられるのよくねえか。まあでもこれ範囲でラムライダーを、アイスイズあります、アイスイズある、アイスイズある、アイスイズあれば何でも止まる基本で、ボスギ置いてやめろ。オッケー耐えた、逃げ切ったろ、よし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 。チェーンスケだね、まあこれです、したかったのは。あの守る相手がライトだろうがファイボーだろうが結局宝石アイスイズ 2,3 周目守れば、カウンターでユニット残るんでそこでスケラ打つ。はいもうそれだけです、至ってシンプル、守れチェーンスケラは守れ。さあ続いて第3位、こちらエリポンゴールでございます。これもなんかね、ここ先にずっと強いし、この限界突破ナイトの枠は、まあ、限界突破してるとババでもいいです。限界突破ババの方も結構います、同じくらいかな。俺はナイトの方がおすすめですけど、まあ、ババでもいいです。はい、でまあ両方持ってねえよって方は、昔はダックプリか、限界突破持ってないとダックプリ率が高いかな、ダックプリランバー。はい、で癖強の人はエリババとかもありです。まあダックピリランバー安牌っすね。これもなんかなんだかんだずっと強いからおすすめではある。弱点っていう弱点もむずいんだよな。結局インフェとかもなんか限界突破によってご利用しできちゃったりもするんで、さあこれなんか最悪な手札だな。ナイトとかあったらよかった。まあババね、ババの突破もだるいやんってなるかもしれないんですけど、まあまあそんなでしょ。これ、ね、暇なんでもゴールミいっちゃいますね。本当はエリポン置いてから戦いたいんですけど、まあ相手ってこのババヤナメ使ってくれてるんで、だいぶアドとしてはね。え、わあジャイスケラのファイボヤナメとかだ。まあライドラだけつけてファイボヤナメ使ってくれたら、まあういかつ。いやでもこれライドラだけで回収できるって考えたら、ライドラもうそれ以上前行くな、やめろお前やめろ。こうやってファイブ使ってくれてるんですよ、結構美味しい流れ。エリポンたまるんで、よしよしよし、こんな感じでコスパよく攻めるんで大事。ゴレライドラだけ、ゴレスケドラだけで、そこに呪文咲いたら追加とか。
よしよしよし。しかもこれまた一回このチャイ守るサイクルなんで結構美味しいぞ。まあスケドラあんま相棒打たれるかな、あんま一緒に飛ばされちゃったくない。まあ関係ねえか、うん、あんま一緒に飛ばされたくねえっつってゴリゴリ出しちゃった。まあこれエリポンとライドロー削り穴埋め、相手の程度も暇してんだ。いやーこれねー悩むね、エリポン置きたいね。でジャリ来たら端前、端前じゃないか、スケラーの打ってくる可能性あるんでむずい。止まるか、いやいやタゲ、それそっちなんだ。いやジャイに今のタゲ行くんすね。いやまあギリ許せるか、耐える、耐えれるかな。まあ、ザッピーちょっと邪魔だなさっきから。トレネで下げるのもある。いやめっちゃいい。でタワーとランバーで守れる。でエリポンこれおっか悩むな。いや置かずに行こう、ユニット残ってる。いやこれ結構相手守んないといけない。いや流れめっちゃいいです。ちなみにでライドラ出してワンチャンファイブを出せる。でエリポン食う。いやオッケー、無理はしない。いや結構美味しいかも。う一回ゴールもあります。いやこのね程よさ程よい感じ。いやなんか意外とでも綺麗にこのままだと普通に負けるっていう、攻めなきゃいけない俺は。いやこのジャイ美味しいぞ、暇すぎんだろ。いやだなそのライドラ。いやいいね。いやでもこれさマジであるゴリラ。マジゴリラ攻め、ファイボサイトラこのスケドラ最強。マジだろマジだろ。もうねチンパンチンパンチンパン、こうなってしまえばチンパン。いやオッケー、ゴレパンチめっちゃ入ってる。トレネでもう適当にオッケー。いやでかくねいや今回めっちゃ綺麗だったぞ。こちらゴーレムのお手本ですございます、ね。さあというわけでババにもザッピーにもヤファイボにも勝てるこちらのねゴーレム第3位でございます。続いてこちら第2位クエイクホグです。こちらも今多いね、多いです。はい、テスラがボムタワー加工されてちょっと優秀っていうので今このねテスラホグは使われてるかな。でスケの枠がゴブリンとかもめっちゃいます。どっちもいるな。あーまあテスラがインフェの方もあります。テスラがインフェだったりスケがゴブリンだったり、まあでも多いのがこのスケアイスピーかな。結局極めたら最強っていう。だからスケラ抜けとか苦手なんで俺エレスピにしたりとか、まあ普段ゴブリンとかでやってはいるんですけど、多いのはって考えたらこのスケアイスピーっすね。もうミニペゴブリンか。いやもうスパーキー、いやもうゴブリン、ゴブリンわかんないっす。このスケが強いのよ。でえ美味しい、これナイト延命スライスクエイクあります。なんだこれ、アイランデッキわかんないな。ホグ生きてえけどちょっと怖いし。いやゴブジャイだな、絶対ゴブジャイだ。いや違う新兵隊でした、マジでわかんないな。まあ打ってもそうだけど、でこのねテスラを延命するのがね、ええ、え見てロケンゴ外しとるやん、残ってるやん、やな。ああミニペだったりかな。いやゴブにあったわ、忘れてた、ずっと打ってばよかった。でもテスラが頑張れ、いや強まだ残っとったんで。いやこれ痛い、ゴブリンって痛い。
いない。さあなんだこれ。いやこれゴブじゃいる可能性もあるな。最近なんかねわけわかんないデッキ多いんですよ。これにエリゴレ入ってる可能性もマジであるし。いやゴブじゃい、エリポ向いてくんの男すぎんか。損でしかないぞそれ。マジで。いやーでも親衛隊だな。まあロー結構一旦出すけど、あーしっかりね。やばい痛い、ちょっと痛いんだそれ。悩ましいな。なんかまあさすがに打つけど、親衛隊ゴブじゃいね。なんかちょっとだるいな。両方いいの、まあ、ちょっとだるいな。やば、天才レイジ来た。あぶねー。いやでも相性はね悪くなさそうだけど、やレイジやだな単純に。いやマジさすごいな、無限に入り込めてくる。いやこれでも結構いい流れじゃない。ゴリラいきます。足前ゴブジャイが強えんだ。やべ延命したい。やばい、おお待って、やばすぎる。親衛隊が走ってくなや。いやマジバケモンすぎる。やなめだるいな。レイジもだるいんだけど。マジやりたい放題だな。いやこれでもあるぞ。いやミニペが強かったりすんだよな、このやりゴブリンもね。いや強くね、親衛隊ゴブジェイか。マジこんぐらい行かれてるときついな。やばいんだよな、意外と止まんねえんだよな。お、夏木くんを救いたい、頑張ってくれ。日本人か、わかんねえ。さあナイト、まあ何でもいますね最近ナイトといえば。もうゴリゴリいっちゃう。相手の敵わかんないしな。ボンバー、おうおー、ボントル結構入るな。キングがなんだこれ、エニックスボントル、フェニックスボントル、なんだこれ、エレジャイか、エレジャイだな。うん、フェニックスボントル。いやエレジャイだと思います。え、いや全然違う。いやわかんねえな。バルーンにトルネ入ってんのか、難しい世界だな。バルーンにトルネか、いやマジでわかんねえな、なんだこれ。いやボーラー、いや黙ってよ。ボーラートラドラバルーンみたいなデッキがあるんですけど、違うんだよな、ボンバーゴブリンなんだよな。いやマジでわかんねえな。まあフェニックスがちょっとだるいか。俺視点、まあこれキング起動みたいな。そうね、まあ、キング削ってキングを削っていきます。もう早いか、アイスピでちょっかいかけて。あボンバーいたな。いやアイスピ強っ。まあ雑に攻めて
まあテスラ残しとか一発でかい。これディガーいねえな、相手ディガーいねえと突破されないんじゃない。どうなんだろう、そんなこともないの。ディガーいないとそこまで脅威じゃないよ、バルーンキングにね。するとうわー延命したかった。アイス星うっ、テスラが壊れる前に欲しかったな。これでもこのナイトはちょっと強かったりすんな。え、待って、エリシア来た。予定外すぎる。いやでも強っ、ロー結構強いね。まあさすがに飛ばすか、延命したいもんな。おいいね、マジ無限ロケコだ。さあテスラもある、どっちかが残るぞ。ゴーブリンとかで守ってほしいな。取れないか。いやーこのねロケコ無限だな、マジで。テスラもある、あー攻めウップしたかったっす。一発よし。いやさすがに相手が取り手持っててもね、結局突破されなきゃクララって勝てますから。結局テスラで一回これ誘導されると思うんで、もう一回誘導しちゃう。で雑に打っとうんで、よしよしよし。でクエイクで最後キングまで見てます。オーケー、いいね。いやロケコ強いな、マジ。こういうロケコ相手にしてるとマジ白数になるよな対処できねえ。だから相手がヤナムとか持ってないとマジ強いね。さあ第2報告エイクでした。第1位はこちら、ゴブジャイスターキーサンスペ。はい、こちらも壊れです。さあこちらね、まあスパーキーも強いんですけど、メインはゴブジャイですね。もういろんなゴブジャイデッキがある、ありすぎる。ゴブジャイ多すぎだろっていうぐらいゴブジャイいるんですけど、本当にゴブジャイゲーです。うち暇なんでね。いいファルチはやばい。スケキング起動頑張れ。いい芝居とか。オーケー、ホグでしたね。ホグファルチか。うわーこれライトニングかスパーキーか、ん？じゃあライトニングかロケットか分かんないな。まあどっちだろうね。まあホグでファルチか。まあちょっと暇なんでザップで回したりねしながら、ね、相手も暇そうだな。もう一瞬待つか。ロケかライトか分かんないな。どっちだと思いますかこれ皆さん。まあわかんないですよね。まあさすがに組んで、おーボムか。アイスピースパーキーもうちょっと頑張れや、もうちょっと頑張れや、やる気ねえだろそれ。トルネとかも来ちゃったり、来なかったり。うん、まあまあまあ相手の呪文が分かんないが、攻め取るなとか来ちゃったり。バラないで。アイスピボムか。いやこれスケとかないな。トレネで元気っすね。まあいいか。相手のいやロケかこれ。マジでどっちですかうっ、やめて、お願い、ロケット取ってこなかったらライトニング、うっ、とんでもないライトニングだ。熱いぞこれ。でこっちを攻めるんですよ。いやーウッドライト的な。
まあ、あれライタニング防衛とかしたそうだ。え、なんか、あ、分からない。事故ってね、これ本当に守れる相手、これ守られたらもう無理これ守られたらもう無理。よしよしよし、そう、いやマジで面白い。まあ、スパーキーも強かったね、今回に関してはね。いやでもなんかこのトリマ後ろからとか、これナイトで攻めが完結する世界なんで、ナイトメガゴ、ナイトミリペ、ナイトスパーキーで攻めながらの逆サイゴブジャイがマジで強い。イカれてます、本当に本当にイカれてます。うわ、なんかなんて読むんだ難しいな漢字。さあ、ゴブジャイもスパーキーもないが、ちょうどいいところにやりゴブ、ありがたい。ウォールブレーカーかな、やりゴブだと。おー、これまた珍しい。なんだ、いや、ゴブジャイかこれ。ゴブジャイスパーキー説あるな。相手もメガゴに頑張ってもらって、いやー、これ多分ゴブジャイっすね。あー、マジゴブスパ対決か。で、小物が多いな相手。あのスパーキーどうやって守ろうかな。ミニペザップとかありそうだけど、スパーキーザップで守れるか。え、相手がミスってる。熱っ、このミニペマジいらんかった。しかも暇だし芝居とか。コウモリムスされんな、やめて。なんかでかっ、あれ相手なんか諦めたか。これメンタルブレイク、お豆腐メンタル、いや絶対お豆腐メンタルだ。熱っ、ザップミスって、ミスったかコストなかったか知らんけど諦めたな。いや、これがゴブジャイよね。相手のメンタルも破壊していきます。楽ちん楽ちんやレイジザップマジ癖強すぎなんですけどね、意外と便利。さあ、ナイス、これがゴブジャイです。はい、まあラッキーですけどねこんな。さあ、というわけでおすすめトップ5ね、第5位からこちらなります。皆さんぜひ参考にやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。またね。